ちょっとぶっちゃけまあ韓流だったりとか、はい、そういうのが流行ってたじゃないですか。で自分は多分これ見ないなと思ったんですよ。で一応 DVD いただいて1話からもう最後の方までいただいて、で見といてって言われたんですけど、最初全然手につけられなくて見るなーみたいな感じで、とりあえず1話と最後だけ見とこうと思ってつけたんですね。そしたらこれ2話も見ちゃおう、あやばい3話見たい、あ4話5話6話ってハマっちゃうんですよ。そうだったんですね。でハマっちゃって、で本当は最初話までいただいたんですけど、逆にもう楽しみになっちゃって見るのが、あの仕事で全部見るのは惜しいと思って、本当にもう楽しみにしながら毎晩晩酌しながらちょっと1話ずつ見てるっていうのが私の楽しみになっちゃってて、それぐらい本当にハマっちゃうんですよね。あの多分照れくさいんですよ最初見てて、その節部とこの蘭陵がこうそういう運命的に出会って、で引き離周りがいろいろ引き離そうとするんだけど結局惹かれ合うっていうその感じが、最初はなんかもう照れ笑いしたんですよ見てて、なんかもうバカってもうでもねベタなんですけどめちゃくちゃハマるんですよね。あいいな節分みたいな、私もそんな風に守られたいじゃないけど、すごい素敵なストーリーで、でやっぱり女の子って多分、あごめんなさい女の子なんで一応あの多分こういう、ま、時代劇だったりとか刺激っていうんですかっていうのはやっぱりちょっとこう手を出しづらいんですよね、きっと見られたと思いますけど。そうですね、全然綺麗じゃないですか、その戦闘のシーンとかも、なんかそこまでわーってビシャーって死んじゃうとかじゃなくて、なんか見ててドキドキもするし頑張れって思っちゃうし、すごいなんか珍しくまさか自分がハマると思ってなかったので、本気でじゃあハマってくださったんですね。本当多分1時間語れって言われて多分語れますこの俳優さん、はい、彼が最初はかっこいいと思ったんですけど、私結構正統派のメンズがそこまで好きじゃないって言い方あれですけど、おこがましいんですけど、そこまで惹かれないんですね。でもやっぱかっこよく見えるなんだけど、これと一緒にお供する子たちが次から次へと出てきて、もうねひょっとしてお気に入りの方が出てきちゃいました。いるんです、いるんです、あのここには出てこないんですけど、お供してる男の子でいるんですね。陽子神、陽子神くん、陽子神くんだよねもう私もドンピシャで本当に夢にまで出てきちゃう感じの人で、私よく最近テレビで見ましてもらってるんですけど、妄想半身浴ってのしててずっと鈴木亮平さんだったんですね。それが最近ちょっと陽子神くんなんですよね妄想半身浴、妄想半身浴、そうなんですけど、でも共通する部分がありますね。少しガシッとされてて、ガシッとしてて目がシュシュッとしててみたいな、でなんかちょっとこう寡黙な男気のある感じが、引っ張ってって目そらさないでそこの子もう見てたよ今本当にでも本当に街中にいたりとかいたら、多分飲み屋とかの席にいたらなんだこの女って思っちゃうタイプの子なんだけど、見てるとあ男の人ってこういう子好きになるんだなっていう、おてんばで、でもやっぱ女の子のそのこうか弱い部分を持ってて、すごいピュアです。なのでこの役なんで私に来なかったんだろうなっていう来るわけないか、ね、いやいやとんでもないです。なぜかね、なぜでしょうねぜひ2あたりでもぜひ、ね、もうちょっと意地悪な女ね、まあ、もらったのもそうだけど、あげる側になってからの嬉しかったシチュエーションは、もう自分がこういう子なんだって周りが知った時に、みんなが同時に同じ子にあげるじゃないですか。それでその時に、あ自分あげれないなって、もちろん彼のために用意してたんですけど、あげれないなって引いちゃったんですよ。そしたらその彼がわーって来て、あいぼ俺のチョコはって言ってくれたのがすっごい嬉しくて、ね言うよねってみたいな、すごいいっぱいもらってる方だったので、まさか自分を女の子として見てくれて、でバレンタインのそのチョコをせがんでくるなんて思ってなかったので、もう本当なんかドキドキし、ね、今でも思い出すとちょっとなんか
待ちきれそうすごく見応えがあって本当にハマるドラマなので、もうとにかく見てください。こういうのにハマらないと思ってた私がハマったので、これはもう確信できます見てねありがとうございました